三宅村は火山性の有害ガスの発生により居住を禁止している2つの高濃度地区のうち、島の東側に位置する坪田高濃度地区で9月と10月の2ヶ月間一時的に滞在を認める方針を固めました。22日に村議会の臨時会を開き、条例改正案を提出します。一時滞在が認められるのは、噴火前に134世帯およそ280人が住んでいた坪田高濃度地区です。三宅島には阿古と坪田の2つの高濃度地区があり、現在居住が禁止されています。阿古の高濃度地区では去年は2ヶ月間、今年は半年間の一時滞在が認められていて、残る坪田地区での一時滞在は村の課題となっていました。一時滞在が可能な期間は9月1日から10月31日までの2ヶ月間。滞在には村長の許可が必要で、19歳未満と火山ガスに敏感な人は対象外となります。議会で可決されれば、坪田高濃度地区には2000年の噴火以来およそ8年ぶりに住民が戻ってくることになります。今回一時滞在が認められるのはこちら、三宅島のほぼ東側に位置する坪田高濃度地区です。専門家による会議で過去2年間の火山ガスのデータなどを分析した結果、9月と10月の2ヶ月間は東寄りの風、こちらの東から西へ吹く風が吹くことが多くて、坪田高濃度地区への火山ガスの影響が少ないことが今回の一時滞在が認められた理由です。はい、噴火前、坪田地区は高濃度地区だけでも134世帯280人が暮らす島の中心地域でした。一時滞在を期待していた村民の方もとても多いと思いますよね。そうですね。はい、今年4月には航空路も再開しましたし、今後ますます島に活気が出てくるといいですよね。そうですね。